どうも、霊夢です。マリサだぜ。今回はゆっくり文章ニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した動画に関してです。ルーズベルトにあたうるしょ。これはさすがにバンされないと思うけどな。そうね。そのうち YouTube にもあげるといいと思うわ。少しだけ内容を補足しておきますと、10少々の最終階級は中将です。戦士による特進で、今回紹介する文章書かれた時は少々でしたのでそう表現しています。今この動画を作っているのは2020年8月5日なのですが、この時期になると NHK なんかが終戦に絡めて嘘ばっかり放送します。こういった動画と、普段から嘘ばっかり流しているテレビなんかと比べてみてください。大東亜戦争関連ですと、開戦の局所や終戦の局所、東条閣下の遺書がこのチャンネルにも上がっています。昭和天皇陛下のお言葉や、東条総理が死を受け入れてから書いたもの、そして今回追加した10少々が最後に残した手紙と、NHK の言うこととどちらが信じられると思いますか？何の覚悟もなく、ただただ、自己の利益のためだけに人々を騙し続けることに専念しているテレビとは比べるまでもないとは思いますが、念のため、8月は先の戦争の反省をする時なんかではありません。極少数、不埒な輩もいたかもしれませんが、それは例外です。8月は高潔に戦った英霊や、その方々を支えた人々に感謝する時期です。日本のためだけではありません。みんな世界のために戦ったのです。そんなご先祖様に感謝するとともに、胸を張るべきなのです。最近やっとアメリカが気づいてきたかもな。今までの対中政策が間違いだったとかポンペオ国務長官が言ってたし、80年遅いっつーの。続きはニコニコ動画でね。